シンコペーションブックの練習法ボリューム5です。ということで、前回まではですね、フラムを使ったり、間をダブルスロークにしたりって言ってきましたが、今回はこちらです。ザン。はい。本来書いてある部分の音符をドラッグにするっていう形でやります。では、いってきますね。このようになります。僕がいきますね。というようになりますね。で、気をつけるのが、このドラッグの部分ね、は、2拍目が小さくなるように。これが大きくなっちゃうと、こうなっちゃうと、っていうような感じになってしまうので、あくまでもラタっていう風になるように心がけて、これもね、最初から最後までやれるようにしてみてください。はい、今ドラッグにしたものに対してさらにフラムをつけます。ドラッグにフラムをつけるとチーズという名前の技になります。ということでチーズでやってみましょう。というふうになります。これは結構ね、難しいんですけれども、ぜひ少しずつゆっくりからトライしてみてくださいでした。はい、では次です。今度は、ちょっとルールがまた変わるんですけれども、最初、タンタン、3連符の1個目と3個目の部分っていうのは、右左。そして、裏だけのところですね、ウータ。3連符の3つ目だけの部分っていうのは、右左。そして、四分音符の部分を右左左ですね。あとは四分九符の部分は四分音符と同じ右左左か、右左でもいいと思います。その代わり小さく叩くというところですね。これを当てはめるとザン。はい、今楽譜が出ておりますけれども、このような形になります。ではちょっとやってみます。このようになります。もう一回いきますね。というふうになりますので、これもちょっと頑張って最後までやってみてください。